日本語での今回これ台本をいただいているんですけど、いつもの自己紹介をみたいなのを毎回書かれるんですけど、いつもの自己紹介がない日本語でのいつもの自己紹介がない、英語もない闇の衆です。はい、皆さん見ましたか、配信のタイトル、ロクシムのくじが出てますよって書いてありますね。9時だけに9時、あ、僕8時ですね、朝の時差が。まあというわけで、今日日本時間では今日、あ違う、こっちのでも今日だ、今日は、クジスクエアルクシムクジの発売日ということで、そうか、ルクシムか、あすいません、ロクシムですね、すいません。まああれですね、ネイティブ風にかっこよくラクシムって言ってもいいんですよ。かっこよくかっこつけてもいいんですよ。もちろん。ラクシムしばらく見てる人はかっこよくラクシムって呼んじゃっていいんです。ニックネームですね。公式がなんか言ってても、ニックネームでそういう風に言うみたいな。くらいでいいんじゃないですか。かっこつけてるよ、自分。あ、かっこいいよ。かっこいいよ。でこれが普通に、コンビニエンスストアの店舗に行ったら、あ、あるってなるんですよね。ね。あ、いるちょっと、ラクシーン。カッコつけてみんなも言ってくださいね。公式はルクシムだけど、僕カッコつけてラクシムって言ってるから。で、ね、みんなも言ってくださいね。カッコつけます。でこれね、全員の集合写真、みたいなのもあるみたいですね、これね。アクリルキーホルダーの種類は選べないらしいです。うん、選べるって言ったらみんな集合写真撮っちゃいますもんね。箱押し箱押しって。ヒュヒュヒュって。そうですね。うちのグループややこしいんですよ。箱押しって言ったら、ボックスか、全員押してるのかとか、わかりづらいですね。絶賛発売中。あ、これ終われない理由気づきましたね。最初言ったんですけど、最初の挨拶も終わりの挨拶も僕決まってないんですよ。だから終われないんだった。But anyways, thank you all for the stream. And until next time, I'll see y'all.